毎度でですすフフォトグラファーの坂上克也です、えー、写真まみ知識のコーナー、えー、9回目の今日はですね、えー、だんだんすいませんマニアックな話に、えー、なっていっておるんですけどもえっ、ー、とね色についての基本的なお話をしていきたいと思いますえっ、ー、とまあ写真に撮ってねカラー写真を撮る上でやっぱり色って大切なんですけども あのフィルムカメラと違ってですねデジタルカメラにはカメラの中にですねあのカラーフィルターが存在します。はいえー、で一般的にはホワイトバランスと言われておるんですけども簡単に説明するとですね、えー、あらゆる環境の中で白いものを、えー、ちゃんと白く写す。 たためのフィルターと思っていただければ結構です、はい、で今回はそれについてねあのー、今後、えー、写真豆知識をやっていく上で、えー、ホワイトバランスは何ぞやっていう話がね結構出てくるようになると思いますので、えー、いきなり出すとね訳わ,わかんないので、はい、簡単にどういうものなのかというのをご説明したいと思います。 で、えー、今日の、えー、セッティングですけども、えー、まず、えー、カメラの方からいきましょうかねはい、えー、カメラは、えー、例によってオリンパスの o m d e m 1 m III ですこれが皆さんだと思ってくださいはいで、えー、今日もミ,ミニチュアのセットをご用意しましたニャオ先生 にゃんこ先生、うん、いい気分で酔っ払っての、うん、わしゃ寝るぞおやすみ <laughs> というわけでですねえー、にゃんこ先生ちょっと飲みすぎてえー、酔っ払って寝てしまっておりますのでね今日は無視してまあこのまま進めたいと思いますはいで、えー、ホワイトバランスのね 解説には持ってこいと言いますか、えー、にゃんこ先生はい体の白いところが多いのでね、えー、白いものを白く映す機能の説明にはってつけということで、えー、寝てらっしゃいますけども無理やり枯れ出しておりますあ <laughs> ちょっと待ってちょっと <laughs> 触っちゃった何をする 気持ちよく寝てたのに <laughs> すいませんちょっとピントはいちょっとピントもう一回すいません目分量が難しいですねはいで、えー、ライトはですねあのいつも通り、えー、スタジオフラッシュの、えー、これはトキスターの EZ フラッシュ BP4.0LH の、えー、モデリングランプを使っておりますはいこんな環境で、えー、スタートしていきたいと思います はい、それではですね、えー、ホワイトバランスとは何ぞやという話ということで100分は一見にしかずでですね実際に見ていただきたいと思うんですけどはい、このパネルのですねこの w b オートと書いてあるここを注目してくださいあ今ホワイトバランスって出てますねはい、こちらで調整するんですけどもあの今これ w b オート、つまり ホワイトバランスはカメラが自動的に決めてくれる設定になっております。なので、あの通常皆さんがですねあの、例えば一眼レフで撮影をしたり、あるいはあのスマートフォンの場合は、えー、iPhone の写真撮影の場合はですね、撮影時にはちょっと選ぶことはできないのかな。なんかアプリ使えばできるかもしれないんですけど、標準アプリだと、えー、撮影時には選べないようですので、 まあ、ですからあのホワイトバランスオートで撮ることが多いと思うんですねはいじゃあこれでちょっと1枚撮ってみましょうかはいそれでですねこのホワイトバランスっていうものがいろいろ種類があるんですよでこれあのどんなメーカーのカメラでもね、えー、設定するところが必ずあるはずですでこれ順番に説明しますと このお日様のマークこれが晴天、その隣、家の日陰になっているマーク、これが晴天日陰、でこちらが曇天、まあ、曇り空ですね。はい、でこれが電球で、次が蛍光灯、白色蛍光灯って書いてありますね。はい、これ何かなあそうかそうか、オリンパスのお家芸ですね。オリンパスはあのアウトドアカメラとして。 名を馳せておりますのでホワイトバランス水中というのがありますねこれ2ンにあったかな僕2本も使ってるんですけど2本にはなかったような気がはいでその隣、えー、ホワイトバランスとイナズママグこれフラッシュですねはいでその他に、えー、ワンタッチこれは確かねえっ、ー、と自分で好きな値を設定できるようになってるはずですはい で、えー、カスタムホワイトバランス。これはあのー、現場でね、えー、と実際にその場で微調整するときのやつですね,、はい、でね。最近のカメラに多いのがね、このオート、電球色残したやつ。これチェック入れますとですね、あのー、オートなんだけど、あのー、電球色。要はあのー、ちょっとオレンジがかったというか赤っぽいというか。 にあ,る色ですね、あの色の雰囲気を残しつつなおかつ被写体はちょっと白に寄せますよみたいなそういう設定なんですね。はいでまあ、今回はちょっとあの違いをはっきり説明したいのでこのオート電球色残しは外します。ちょん。はいはい、で今このホワイトバランスオートで撮ったので。 まあこの今見ていただいている画面がまさにそうなんですけどもうカメラがねあ被写体はニャンコ先生だなとで、白だとこの人を白くしないとあかんぞということでねバッチリ設定してくれていますでねこれがですね、えー、撮影者が意図してあえて変えたりとかあるいは、えー、現場でね オートで取りたかったのに間違えちゃったとかねそういった場合にどうなるかというお話なんですけどはいじゃあまずホワイトバランス晴天、チョンじゃあこれで取ってみますねはい、えー、1番がですね今取ったホワイトバランス天で2番が、えー、ホワイトバランスオートですはい これ今ですねあの先ほどご説明したように屋内で、えー、と部屋は暗くしてありますで、えー、メインライトがこのモデリングランプ LED のライトですねはいなのでこの LED ライトの色に対してニャンコ先生が白く映るように設定してくれたのが2番の写真ホワイトバランスオートですところが 1一番の写真はですね、カメラマンがあえて意図的にいやいや、えー、カンカン照りの晴天の空の下で撮ったんだよという設定を選んでおります。これがそのカラーフィルターになっているというゆえんで,で、すね、えー、要は意図的にちょっとこういう色にしたいなということがこのホワイトバランスをいじることで,できるようになっています。拡大してみると。 あもう後ろの障子そしてにゃんこ先生のこの肌と言っていいんでしょうかねこれ <laughs> からしても全然色違いますよねはいこのぐらい色味が変わるということですで iPhone の場合はあの撮影したっ、えー、とに写真の編集画面からなんかいろいろあるんですよねあのドラマチックとかあの、えー、セピアとかね ああいうところでこういう色味を選ぶことが撮影後にできるようになっていますねはいじゃあ次ええー、ドン点を撮ってみましょうかあ違う青天日陰これは青天日陰ですじゃあ撮ってみますパシャはい、えー、一番の写真が青、えー、天日陰 で、2番がホワイトバランスオートですねはいねちょっとまた色味変わったでしょうでこれあのー、ホワイトバランス晴天日陰あるいはあのどん天あたりはですねやや温かみのある色になることが多いですはい比べてみるとはいまたさっきの晴天よりもさらに違いがわかるかなね 本来白であるはずのにゃんこ先生がねこれだけ色をかぶり起こしているということになりますはいじゃあ次ええー「ドンテン」これはあの外で写真撮ってるんだけどあのー、曇り空だよとはいパシャ はい、ドン天とオートですね1番がドン点2番がオートです、はい、さっきの青天にちょっと近いですよね色味がはいなのであのー、ちょっと色味変えてみたいな遊んでみたいなと思われたらですね、あのー、撮影の現場でちょっとあのホワイトバランスをいじってみたりして、えー、何枚か撮ってみるといろんなホワイトバランスでねであとはあのー いわゆる r ー w といいまして一眼レフカメラの、えー、生データとして写真を残す設定があるんですけどもそれで撮影した場合はね、あのー、持ち帰ってからパソコンでホワイトバランスを自由に変えることができますので、はい、そうやってあの帰ってきてからこう試してみるのもありです、はい、では次 えーっとじゃあホワイトバランス電球いってみましょうかはいはいホワイトバランス電球で撮るとですねなんとニゃんコ先生が青白くなるんですねこれあのこのお酒のラベルなんかもね お茶碗とかもちょっとあの水色っぽくなってるのわかりますか。はい。まあこれはあのわかりやすいかもしれません。あの要はオレンジ色なんですよね。あの電球電球色っていうのは、えー、といわゆるあのレストランの電球の色を思い浮かべていただければいいんですけども、その電球色で照らした場合に、えー、白くしますよという設定がこのホワイトバランス電球なんですね。 はい、ですから今はあのー、普通の LED ライトを使ってるんでこれどっちかというとあのー、太陽光に近い白い光なのでまあ水色っぽくなってしまうということになりますはいじゃあ次蛍光灯はいあ蛍光灯で バッチリじゃないですかは色温度が蛍光灯の色なのかなこの LED はえっ、ー、とねどれどれちょっと比べてみましょうかああなんかそんな感じですねちょっと違うけどはいね一1番が蛍光灯2番がオートです若干1番の写真の方がちょっと青みかかってますけど ははなるほどこのですからこのスタジオフラッシュのモデリングランプ LED の電球なんですけどの色味が、えー、っと蛍光灯白色蛍光灯に近いということになりますねはいでは次水中ってどうなるんですかねあれ変わらんかあんまり 撮ってみるか。ホワイトバランス水中パシャーあんま変わんないですね水中ってなんかあのー、やっぱり青みがかかるようなイメージだったんですけどね僕水中撮影やったことないんでちょっとわかんないんですけどはいこれは参考までにということで詳しく説明できませんごめんなさい はいでえー、じゃあ最後にホワイトバランスフラッシュ、はいはい、ホワイトバランスフラッシュだとねこういうちょっとオレンジというか黄色がかったような色味になりますね2番はホワイトバランスオートカメラが決めた白いものを白く写す設定です これ今、セッティング側の一番最初に戻りました。はいえー、メインライト、えー、モノブロックフラッシュの、えー、モデリングライト、LED のライトですね。えー、ほぼ白色です、はいでえー。ミニチュアのセットですけど、これ、外の草原だと思ってください。でこれ、あれ芝生。猫先生がねこの芝生の上でのんびり昼寝をしている。 シチュエーションと思ってくださいはいでえっ、ー、とホワイトバランスを今オートですねはいじゃあこれで1枚取ってみます、えー、芝生の上で昼寝してるニャンコ先生なんですけどこれ今上からの太陽が当たってるんでまあこっち側白いですよねいい色で出てますところがこの下半分ほら 芝生の緑が反射してねニャンコン先生がちょっと緑っぽくなってるの分かりますこれがねポートレート撮影では結構敵というかねあの意外に多いんですよであの葉っぱとかね芝生って結構反射するんですよでねその反射した色がね乗っかっちゃうことが多いんです でこれはね今はねこれは許容範囲ですけどにゃこ先生あの寝ちゃってるのであらら50%くらいがいいかなはいこれ許容範囲なんですけどねあの光のシチュエーションによってはねこの反射したね緑がねあタッチポーズの モデルさんのね、顔にまでダーッとこの緑色がねかぶることがありますなのでねこれちょっと気をつけていただきたいんですよでこういうのを修正するためにもまあ、あの真っ昼間のねクソ明るい外でもあのフラッシュを焚いて、えー、そのかぶった色をね吹き飛ばすと いうことは不可能ではないのでまあなかなか難しいですけどね、はい、そういうこともありますよということだけ覚えていただけると嬉しいなと思いますねはいというわけでね今日はあのカラーフィルターホワイトバランスですねカメラの中に内蔵されているホワイトバランスはカラーフィルターとして優秀ですよというお話から始まったんですけど、えー ただね、これはぜひ、ね、覚えていただいてあのー、ね、モデルさんを撮りましたとで、帰ってきてね、写真を仕上げようと思ったらうわなんか肌の色が変だなとこれはモデルさんに怒られへんかしらと、ね、そういうふうにならないようにね、えー、ぜひこの色かぶりというものに気をつけてで、修正が可能であればねあの現場でホワイトバランスで調整し したり、はい、それでも厳しい場合はもう最終手段もうフラッシュで吹っ飛ばすというような色をね、はい、ということも、ね、視野に入れながらぜひやっていただければなと思います、はい、だんだんマニアックな話になってきてだんだんネタがなくなってきてですね <laughs> マニアックな話になってきておりますけどもぜひ皆さんついてきてくださいね、はい、でこれはねあのスマホの場合は あの先ほどもお話しましたけども、まあ、あ iPhone の場合ですけども、えー、iPhone の標準アプリですねはあ、の撮影時にホワイトバランスを選ぶということはどうもできないみたいなので、まあ、撮影した後にね、えー、写真の編集から、えー、お好みのカラーフィルターをです、ね、選んで、まあ、セピアとか白黒、まあ、あですねモノクロームの、ま、っていうのもあるし、えー、とあとドラマチックとかね いろいろ選べるようになっているので、はい、そこで選びながら、ね、修正をするということも可能ですのでスマホでもちょっと、ね、チャレンジしてみていただきたいなと思います。<noise> えー、私はです、ね、岐阜県高山市で出張撮影専門カメラマンとして <noise>、えー、被写体はもう多岐にわたり風景、えー、物撮り、まあ、インターネットショップの商品から。 え料理、えー、飲み物、あとはの店舗ですね、あと旅館のお部屋の写真とか、はい、えー、あとは人物になりますと七五三、結婚式、えー、成人式、前撮り、はい、もうさまざまなものを撮っております。やっぱね、あのライティングの基本をあの抑えるとですね、もうすべての被写体に応用が利くのでね、はいもう。 何でも取りますよというスタイルでやらせていただいてますので、はいまあ、オールラウンダーと呼ぶにはまだまだ修行が足りませんけどもね、まあ、そちらを目指して頑張っておりますあの岐阜県高山市に限らずですね、えー、他県への出張も不可能ではありませんので、はい、あとねあのたまにですけど商品をねこちらに送っていただいてで撮影して送り返すと。 なので、あのー、物撮り通販みたいなことも、えー、できますのでね、えー、詳しくは、えー、リンク先のねあのうちのウェブサイトの方から、あるいは YouTube のね、えー、YouTube にダイレクトメールってあるのやったことないんで分かんないですけど、はいえー、お問い合わせいただければ、はい、そういうことも対応しておりますのでね。 ぜひご利用いただければと思います。そうですね。次はじゃあ、あの去年、えー。物撮り通販のご利用いただいたお客様のね、えー。撮影例なんかを。あの許可いただければ、ちょっと解説したいなと思いますので。はい。ぜひ楽しみにしていてください。はい。にゃんこ先生ってば。 ズン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 。うりゃうりゃうりゃ。が何をするせっかく気持ちよく寝て。うんーほらやめろやめろやめろと言ってるだろうやめろーはい茶番はここまでにして。 また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。